まくいいようについてる。あ、ちょっと読まれたんだ。間開けて一気にかもしれない。あ、いった。早掛け。早掛け。早掛け。さあ、ルイコス反応。エングルハートも反応する。抑えられた。スムーしたエングルハート。あれでもちょっとこれルイコスタ位置悪いですよ。いや3番手のルイコスタ、エンゲルハルトが行くぞ。これルイコスタちょっと出れるかな、足あっても。残り200。さあ見えてきた、150。ルイコスタ外側から来た、来た。エンゲルハルトか、ルイコスタか、強い。ルイコスタか、ルイコスタか、ルイコスタが第30回ジャパンカップ優勝となりました。いや余裕でしたね。いやー強かったですね。スーパーね。狭いマンかもしれないですけど、ちょっとどっちか。さあ表彰式見てまいりましょう。3位ギヨン・マルタン、2位フェリックス・エンゲルハート、そして1位がジャパンカップ最年長の優勝者となりましたルイ・コスタです。終盤に3人抜け出しての最後はマッチパラって日が差し込んできましたよね。そうですね、はい、レースが終わって雨が止んだという今日のこの宇都宮森林公園です。今年が30回の記念大会、ワールドチーム7チームを招いてのですけれども、来シーズンもこれ浅田さん期待できるんじゃないですかね。そうですね、まあ、年齢的にはかなりベテランの位置に入っていますが、この勢いをやっぱり今感じるんですよね。今年さん表現していましたけれども、賢い、そして何かレースを知り尽くしたような走りのようにも見えました。ベルマルシェとしてもマイチーム戦術がしっかりハマったというレースになったと、今回は喜びの声です。It's very important because I start the season win in Mallorca. Now I finish the season win in Japan. Is so happy. Thank you. 非常にこの勝利や意味があることが大変なことだよと、こうやってシーズン最後日本で終えられています。それでは3番王者はよく知ってます。いい絵になります。3人でのフォトセッションです。おめでとうございます。国のエンゲルハルトも23歳でのこの表彰台となりました。